ジョン・ボーデン・コナリー・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家、海軍長官、テキサス州知事、財務長官を歴任した。民主党と共和党の両方に所属した。1917年2月27日に、テキサス州、フローレスビルに誕生した。テキサス大学を卒業して学士号を取得し、同大学ロースクールを卒業後、第二次世界大戦中にアメリカ海軍に勤務し、 北、アフリカ、太平洋戦線に従軍した。この時リンドン・ジョンソンと生涯にわたる信仰を結んだ。1946年に少佐として除隊し、弁護士となった。コナリーの顧客には、石油デザインを成したことで有名なシドリチャードソンがいた。1960年民主党全国大会で、ジョンソンを支援したことがきっかけで、1961年に、 ジョン F ・ケネディ大統領が海軍長官にコナリーを指名したが就任11ヶ月後にテキサス州知事選挙への出馬のために辞職した。民主党から出馬して1962年11月にテキサス州知事に当選し、1963年から1969年まで在任した。1963年11月22日には、 テキサス州ダラスで遊説中のケネディ大統領の自動車に同乗し、大統領が狙撃された際、同時に被弾して重傷を負った。1971年2月11日にニクソン大統領により財務長官に任命され、1972年まで財務長官を務めた。ヨーロッパからの議員代表団がアメリカを訪問した時に、 代表団はドルとの為替相場変動について、憂慮している、胸の意見を投じたが、コナリンは、あなたたちは問題視しているかもしれないが、我々の通貨だと返答した。また、政権内部において、最も発言力のあるメンバーの一人となり、インフレーション緩和と工業生産力の向上を意図した経済計画を提示した。ニクソン政権のチーフスポークスマンとも呼ばれ、 自身で企画、立案した計画を議会に提示した。1973年1月には、長年の友人だったリンドン・ジョンソンが死去し、葬儀に参列した。その4ヶ月後に、共和党に加入した。1973年に、スピロ・アグニュー副大統領が辞職した際には、ニクソンの副大統領候補の一人であった。その後1980年、 アメリカ合衆国大統領選挙での共和党候補指名に落選した。1993年6月15日に敗戦衣装のため死去した。ニクソンはパット夫人の看病中だったが、コナリーの葬儀に参列した。コナリーは夫人と共にオースティンのテキサス州立墓地に埋葬されている。ありがとうございます。